果たして勝つのはどちらか。いよいよティップオフです。今試合が始まりました。最初にボールを持ったのは大堀です。いきなり速攻仕掛けていきました。岡田さん、一方でこの明星は今年どんなタイプのチームだとご覧になりますか。いや本当にサイズを非常にこう生かした、はい、リバウンドですね。リバウンドからの、ファーストブレイクが得意なチームだと思います。菅野ブルースが一旦ボールを止めて下げる。山崎が自分で切り込んでいきました。トップからのドライブ、点数取って5対2、リードが3点になります。ゾーンを仕掛けてますね。ディフェンスの形、それぞれポジションを守るというゾーンの形ですが、岡田さん、今まさに一つ象徴的なプレーだったと思うんですが、はい、外から狙って落ちたとしてもリバウンドを取ってくる、はい、外でボールを持ちます13番の岩下。そこから14番枠川へ下がりながらのシュート決まりました。その岡田さん、セカンドボール、いわゆるこうリバウンドを相手に取らせないために、はい、マンツーマンでついていきます ね。菅野ブルースがスリーポイント。なかなか難しいプルアップのシュートだったんですけど、はい、しっかり決めました。このタイミング、この高さ、そして岩下ゴール下に入っていく。ただ攻めきれないか。ショットクロック残り5秒、スリーポイント長い距離決まりました。これも難しいシュートですけど、よく決めました。なかなかこう右から山崎イブ、自分で中に入っていく。3人に囲まれながら決めます。そしてバスケットカウント、ファールももらいました。岡田さん、今の山崎のプレーいかがですか。やっぱりフィジカルも強いですし、3人に囲まれながらもちゃんとバスケットカウント取ってくると非常にスキルが高いですね。ここもね、ぐーっとディフェンスは集まってきたんですが、その中で取り切りました。ボールの攻めです。中強引に突っ込んでいきました。今もう最後は倒れ込みながらのシュートで、ね、入りました。中合わせる菅野ブルース。ここは明星もしっかりと取り返します。そして大堀のオフェンス、枠側が持っています。中自分でドリブル、ドライブで切り込んで決めてきました。いや、枠側も本当に積極的にいきますね、はい、ならばと菅野ブルース。このドライブどうですか。すごい。外からスリーポイント、いや決めます。岩下よく決める。ここまで機能しているとは言い難いですね、それよりも明星がいい判断をしている。あ、そうですか。なんだこの距離のスリーポイント。すごいですね。これが決まるのか。されがちなんですけども、はい、やはりその序盤に取った2ポイントですね、しっかりと今日は確実にまず点を取ってから3ポイントを打っているというような印象を受けます。14番枠川、3ポイント狙ってきた。8番の川島優斗、1年生が3ポイント決めました。彼もすごいですね。ビッグマンですけど、3ポイント得点は動かない。ここで中、これも落ちる。ウィリアムス詰めた。ここは明星得意の形、落ちてもオフェンスリバウンドをものにする、はい、10番の菅野ブルース、外に振った。オープンですね。内藤のスリーポイント、明星が得点を動かしていきます。点差14点に開いて、ターンアウトは大堀です。ここも岩下が取ります。そしてスリーポイントきた。これで10点差。岡田さん、この岩下の2本いかがですか。いや、本当に得意なシュートです。11点差。岩下がこれを決めてきます。すごいですね。いや、今日は岩下のスリーポイント、長い距離が決まってます。ただリバウンド取る。今度は岩下決めてきた。これで3点差。大堀が一気に詰め寄ってきました。そしてスティールパスカット、大堀の形で1点差。完全に流れが変わりましたね、前半終了間際一気に詰めてきました大堀。
そしてここもボールが外に出て大堀ボールに変わります。いや何か本当に岡田さん、このプレッシャーのかけ方、はい、これでね今大会も勝ち上がってきました。そうですね、あの中部第一戦で見せた第4クォーターに見せたディフェンスに、まあ、そっくりと言いますか、同じような勢いですね。中に入っていくところに合わせました。 いいですね、このままバックカットですね、ゴールへアタックするようなバックカットが何本か見られてますから、はい、前半から今もいい形で、ワイドオープンですね、クラウドが入ってきます、はい、そして今ファールも取られました。ですからバスケットカウント、山崎のりとから山崎イブ、スリーポイント、なんとかボールを残した、明星ボールつながります。山崎イブのスリーポイント来ました。そうですね、なんとか残したボール、つないだボールが逆転の得点へとつながりました。大堀もここは懸命のディフェンスです。決めてきました、8番1年生の川島優斗です。いやしかし小倉さん、本当に一本一本力が入りますね、はい、岩下のスリーです。これはすごいですね、ここでスリーポイント岩下、プレッシャーを受けながらパスつないだ、ウィリアムスのところで奪う、そして岩下からパスつながるがブロック、すごいブロックですね、カンヌブルース止めた、すごいスリーを決めました。そしてここもよく見ていました、パスを通す、ただカンヌブルースこのブロック入ってきます。岩下のスリーポイント、いや本当に今日は難しい長い距離のスリーポイントを持ちます。スリーポイントまた来る、すごいですね、また来ました。冷静はディフェンスを変えないとダメですね、やはり今まで少しこう距離を空けながらのディフェンスでしたけども、ね、はい、第3クォーターリードを築いた大堀、残り3秒、これは落ちる、ただ3人詰めました。15番添島、ね、行きました、点差は6点、明星まずは追い上げなくてはいけない、その中で山崎夢、いきなりのスリーポイント、外でボールを持つ枠側、シュート落ちますが下よくカバーしていました、8番の川島です。そしてこのゾーンプレスオールコート、効いてますね、枠側が行きます、シュート決まった、そしてバスケットカウント、今大会常に相手を苦しめてきたこのプレッシャー、連覇を狙う明星相手にも大きな力を発揮しています。ブロック入った、ターンオーバー取る、キャプテンのターンオーバーがよく効いています、この辺りショットクロック残り5秒、山崎優がステップ刻みながらジャンプシュート決まりました。苦しい中でもしっかりと決めてきました、確実に点を取った。そして山崎イブ上がってきてスリーポイントはブロック、枠側が止めた、そして決めました。ここに来て岡田さんを取る、ここからのトランジション、山崎イブがスピード上げていく、ブロック、そのブロックです、これが早いですね、そのまま自分で行きますが、いや本当にこのカンノブルースが今日これ2つ防いでますよね、もうね、はい、非常にレベルの高い攻防ですね、はい、します。ショットクロック残り10秒、切ったところから岩下中に通した、ブロック止める、山崎イブが止めました、内藤自分で中切り込む、外に出した、山崎イブスリーポイント来ました、いいシュートですね、ですからスリーポイントをするにしも今のように一度中にね、はい、中から外ですね、はい、じっくりといく、枠側から岩下来ました、すごいですね、いや本当に今日何度も見たこの岩下のスリーポイント、ここでも来ます、速いスピード、ナイトを自分でいった、いいね、これですね、プレーが必要ですね、そしてバスケットカウント、2年生内藤春樹が今一度チームを鼓舞する、中に切り込んでどう狙うか、スリーポイント、これは来ない、ファールがありました、
そこでこう崩していくようなね。そうですね、ちょっとこうボールをトップでしか回ってないといいますか、フリースローラインより下に落ちてないケースが多いですね。なるほど。そして今カンノブルースがこれファール5つ目になりました。ここでカンノブルースは試合を去ります。相手の決勝進出へのチャンスをここで摘み取っていく。枠が決めた。大きな大きな2点が入りました。少しでも前へ可能性のある限りリバウンド取った。勝ったのは福岡大学附属大濠。連覇を狙った明星を破り決勝進出を決めました。王者に与え続けたプレッシャー、そして挑み続けた冬は、チャレンジし続けた冬は準決勝で幕を閉じました。見て今日の試合振り返っていただいていかがでしたか。いや本当に明星はですね、はい、前半、1クォーターと最後の方っていうのはちょっと別チームぐらいに大濠のディフェンスがすごかったですね。はい、